こんばんは、マーサー46494です。で、引き続き、ルフゾニの神々の王の集会の、またタイム更新編です。まあ、さっきと基本的に、ボスまでは同じで、まあ、半蔵が入ったっていう話なんだけど、まあ、普通に、こっちの場合は、闇1コンボで大体いけるんかな？大体ね、大体。たまに残しちゃう。さすがにおでんとかさ、ああいうのはちょっと、てか、まずおでん持ってないし、まあ、そういうのちょっと勘弁してもらって、こういうパーティーで結構早めに行けますよみたいな、ゲームとかもあるかもね、正直。水の場行けないんだな。いいや。無駄にコンボを決める。2way が半蔵とペルセフォネの 2way かな。ビルの場合4分ぐらいか。あ、変わんないのかな。というか、あんま変わらないビル。まあ、まあ、どっちも、まあ、クリアはできますよっていう、あんま事故率が少ないっていうのがポイントかな。調子乗ってると事故起こるからね。まずなんでやねんみたいな。まあでも、ルズより火力が出るから、そこかな。しかも2列で行けるんですよ。多分、行けるんですよ。3倍、しかも2、15、7.5 倍だからね。まあ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 、火力は出ますよな。これでも抜けると思うんだよ。はい、アデボッシュでーす。やっぱブーソニー、あ、違う、ブブソニーよりは早いな、死ぬ方が。はーい、はい、動かしまーす。はい、これしたい。おっ嘘ついたな、俺。ちょっと足りないみたい。あれ ?1 コンボあったからかな。ちょっと足りないのか。普通に。いや、多分ちょっと足りないんだ。調子に乗ったな。やっちまったな。ちょっと足りないのか。あ、そう。あ、でもあとちょっと足りないっていうのが、わかる動画でした。はい、ということで、よろしかったら、チャンネル登録と、グッドボタンをお願いします。あ、ちょっと、あれ？ブブソニの場合かな？あ、そう。なんで取れなかったんだ？まあいいや。はい、じゃあね。